レイトな男たち。ここでチャンス目と、確かあれ広角の保証って32ゲーム間やんね、ゾーンの違ったっけ。まあでももう多分広角じゃないと思うから3人おるかな。ちょっと待って、もう全長丸々カットとかできます唐突に当たり画面に推移するとか、ちょっとないかな、ちょっとないかな。全長弱かったからな。当たった当たった、当たった、どうしようよっしゃ、いったー。じゃあ行きましょう。1の1ありますよ。そして次ゲームから400ゲームなんて呼ばれてるんでしたっけ。なんて呼ばれてるんでしたっけ。何やったっけ、ごめん忘れた。あ、そや、イオモン藤田、地元では藤田さんちの息子さんはほんまに生まれた時からニオモンうまいねってよう言われてて、可愛らしい顔してんのニオモンはほんま上手やねって言われてたんですよ。だから行きましょう。うわー、打った。ほんま藤田さんのところのお子さんは日本もうまいわーって、こういうところなんですね。はい、412ゲーム総投資が12本で日本からいただきましたね。え、ミスってる今の目押し。あ、合ってる合ってる。投資が600枚、600枚じゃない、12本で、7揃えたときにプッシュボタンを押したら、はい、あの当選ケーキが出ます。青色なんでリプレイ。ギアスリプレイからクライマックスバトル、当たってそうな匂いがプンプンするぞ。あとですラスト75やから75ゲームかな。3連続ビッグ、これでプラマイゼロです。とりあえず右側半分めっちゃ強いですね。やられた、やられた。これまた右4つや、やられた。くぐらい悪いな。やっぱじゃあ右半分が当たりってことだったんですかね。そうっすね、左半分は逆にないかな。やめよう。922ゲーム回してやめ、まあ全てが悪いんでね。はい、まあでも惜しかった、2分の1外したようなもんなんで。何もなければね。ではミリオンバト神々の回戦327ゲームから打っていきます。お、リップさん4、おしゃー、5、えい、6、リップ5ということで、AT 当選プラス G ストップ2つ。いいね、いい、すごい600ゲームまだ。これがもう900とかやったらね。さあ夢の広がる G ストップも得て、なおかつ出玉ももらえる AT もゲットと610ゲーム
いやー、純増なかなか素晴らしい。372枚、まあ、ウォーミングアップとしては十分ですね。単発は単発だと思いますけど、まあ、あくまでウォーミングアップなんで。いや、いいんです、いいんです、こっからなんすから。さあ、来るよ、2ゲーム、S 揃えます。7でもか、あ、3、1、3、いらん、いらんはちょっとあれやった。7か S、 1、いらー、5、あー、5みたいやけどちょっと違う。来た、鏡、パンパンパン、1個、鏡来い、鏡、あ、7、4分の1で転廃。おっ、あるんです、おります。頼むぞ、頼むぞ、揃いましょう。悔しい、もう1、あかん、高見来い、来へんか、なんでもいいから揃ってくれ、こうて、もうこうて、いや、あの7でしょ、うん、もうこれは7揃えられへんかった僕が悪いです。ただそんな悲観的になる必要はない。え、なんや、これで揃えればいいんだから。まあ 50% ですから、ここで揃いますよね。うん、期待度 50% なんで。レア役、うい、まあだから3以外なんですよこれ、まあ、V か S か、まあ理想は鏡、2枚もあるから5分の2、あかん、もう3分の1、3分の1、あかん、もう下手ー、鏡、 S、 S、 あかん、うわー、熱いよ、7あるときに鏡、パン、そっといきます、 S、 待って、鬼下手やん、鬼下手、1、あかん、パンパン、最後っすからね、なんでや、あかん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 、まだ分かんないです、まだいい、リップさんおるかもしれんけど、もうなんかもう、もうナイオーラすごいわ、ナイオーラがすごい、あかん、うわ結構な大チャンスを、うわムカつくな。はい、なんやなんや、うまいね、おい、そうなりますよね、そうなりますよね、そうなりますよね、はい、赤いただきでしょうね、はい、赤いただき、じゃあもう今回は鏡で当てたから鏡でいきましょう。お弁当箱で1回30ゲーム乗せましたけども、ほぼほぼまあ5段も駆け抜けみたいなもんでしょう。ラスト、ああ、仁王門はもらいました、仁王門はいただいた、頑張ろう、とりあえず今のところ421枚いきます、マジ頼むわ、おい、
むわ頼むわ、そろえっかな。あーしまいや、あー終わり引き戻し、引き戻し期待しましょう。もうマジか、まあ、半分以上取り戻したっていう感じですかね。総投資13本なんで、あ第2停止で今チャンスアップです。3つ目までいったらあるぞ、頼む、いけ、ある、よし、3つ目まで行きました、あると引き戻し、あー、右から来た、ある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 、引き戻せる、引き戻せるぞ、これは、はい、191ゲーム8点、あー、来ました、いただきました、ごっつぁんです、引き戻し成功と、素晴らしい。いやこれね、ちょっと周り見てる感じ3台ともある感じですよ、全然俺が噛み合ってないだけで、あるなこれ3台とも、勝っちゃいましたね、ちょっと積もってる感あるな。はい、いただきラッシュ、引き戻し行こう、頑張ろう。でそこで、200のゾーンがちょうど被ってくれるんで、はい、何もなかった、駆け抜け、ラスト、ああ、はい、ということで、そう、獲得枚数563枚でした、引き継ぎでもっぺん引き戻してほしい。あ、女房もついてきた、頼む、頑張れ俺、あーチャンス目、あ、ちゃうわ、リプレイ、リプレイ、リプレイで薄いとこ、結構薄いね。さあ今日は一回青外してるんで、次は決めよう、ベル以上か、ベル以上は欲しい、まだ1枚役、1枚役あるね。あー来た、よし、はい来た、よーしょーい、持ちこたえた、しぶといよ、俺はしぶといよ。はい、いただきラッシュ、二王門からいい感じ、いい感じ、ちょっと噛み合ってきたんじゃないですか、噛み合ってはいい日やろ。え、でも今のとかも青でちょうど一枚入れてた、あ、まあ確かにね、前向きやね、ちょっとずつ噛み合ってきましたね、うん、好きよ、そういうの、そういう感じでもっと励まして、うん、あるかもね。あーもうもうんー、どっちない、まあしゃあない、行きましょう、とどろっかな、鏡、いや鏡よ、鏡、鏡を信じろ俺は。引っ張られすぎましたね、169ゲーム、なんかまあいろいろ考えてるとここまでいっちゃいました、仕方がない、仕方ない、よこう、いっちゃおう、おきどきにセットかかってること多いし、一発目が60ゲームでビッグヒット台 B 狙っていきます。まあなかなかないことですが、もしお安い投資で当たりを引け、それがもし一発で天国でも行こうもんなら、今投資が16本ですか、たかが16本ぐらい、すぐに巻き返せるポテンシャルを持ってるのがオキドキ。
まあ、凱旋までとは言わんすけど、まあ、それに匹敵するぐらいの、まあ、1000枚2000枚の簡単さでたら時々の方が簡単かもしれないですね。それぐらいやっぱポテンシャルは秘めてますから、まあ、そのポテンシャルを引き出すまでに天国を上げるまでに何枚かかるか。あと3ゲーム後に光ります。セイクさんと同じ人ですよ。マジで。2ゲーム後に光ります。2ゲーム後に。いや、ずるいずるい。1回だけしか使えんの。これコーヒー飲んだらなんすよ。コーヒー飲んだら光るんすよ。もうおかしい。違う3ゲーム内に光ります。違う、これコーヒー飲んだらなんすよ。ダメです。無限にループさせたやつあかん。もうあかんで、これ800超えたで。俺いくらから売ってる？300ぐらいやった。300から売ってる。凱旋やん。じゃあ、ありがとうございます。皆さん頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます、どうも。ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。日本門。なあ。はい、合計で761枚。一応プラス域には到達しました。あかん。マジ引き戻して。ちょっとまあ、状況的に、あと1時間なんで、で、まあ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 、ほぼトントンぐらい、ちょっと周り見に行きたいと思います。でもな、もう残り時間と今の終始考えたら、まあもうノーマル期に行った方が多分賢明なんですよね。ほな、まあちょっと移動しましょうか。こいつあかんわ。リノ空いてる思わへんかった。めっちゃハマってるリノ。やっぱええわ。なんかちょっと思い出にもなるし、引けたらでかいんでね、こいつ行きたいと思います。はい、というわけでリノに、移ってまいりました。1431ハマリ。これはまあ多分僕の予想ですけど、ことごとく3択外してるパターンやと思われる。さすがにここまで来たらね。毎月毎月来てて、割とこう腰据えてリノに立ち向かってはる方いらっしゃるんで、そんなに悪かないトマト確率を常に誇ってるんではないでしょうかと。あ、来た。せーので言おうや。せーの、パー。ちょっと、パー。青。じゃあ次は青行くわ。まずバー行かせて。どうだ。よっしゃ。よし、気抜いてあかんよ。気抜いてあかん。俺はこの1400ハマリの悪夢から
こいつを解き放ってあげますよ。まずはね、ここ小休止と。さあ行きましょう、楽しい楽しい止まったタイム、行きます。僕はね、順押しタイプです。順押しタイプというか、もう普通にこの感じで行くのが好きなんで。ここでリプレイ2回連続で行くんやったらボーナス引いとけやという話なんですけどね。あ、でも投資挑戦あるんで。え、投資挑戦リプレイもあるんで。あ、そうなん、リプレイ。あ、いい出目、俺の好きな出目。50% ぐらいあんやっけね。来た。さあ、1400ゲームの悪夢からこの台がナイトメアから解き放たれる瞬間、ビッグボーナス1450ゲームということでした。ありがとうございます。こんなんもう運やんな。はい、ということで一発目のビッグ終了と。まだまだ続けますよ、こんなもんで終わったらあかん。1450余ったんやからね。危ない、あー怖い。まだいける、まだいける、大丈夫俺は。ちょっと待って。じゃあもうほんまアホやろマジで。なあ、どういうことやねんほんま。ちょっと危ないな、危ないな、あかんわ、ま、アホかってマジかよお前。え、お、トマトや。やった。いや、これはね、神がくれた、神がくれた奇跡ですね。いや、ちょ待って、マジで8分の1やんな。引けよ、8分の1ぐらい、俺余裕じゃん、8分の1ぐらい。よしよし、レギュラーレギュラー、まあ、なんか釈然とせえへんけど、まあいいです。はい、よかったらこれ持って帰ってください。ああ、引き換え券お待たせしました。来月最後なんでまた来てください、ぜひ。ありがとうございます。やっと光った。いや、見てました。え、見てました。見てない。今のほんまに見てなかった。ですよね。調べ物してましたね、シンプルに。通常892、外し38本。95枚獲得。さあ上がってくれ、頼む頼む、上がってくれ頼む。もう38本まくる作戦はない、まくれる手段はない。31、ここで光ったこと何度もある。32、あかん。すごい寝不足に効く。これよこれ、日光。これがまあ寝不足に効くから。その日光浴びるってやっぱ人としてそのビタミン生成
とかの元になるからすげえ大事らしいんですよ。一旦ちょっと日光浴びさせて20分ぐらい。なんかまあ C2 で、まあ、片側2分の1、まあ、結局パッと見たらあの、まあ、数字を押してる台もあるんで全部が全部みたいな感じじゃなかったですけど、まあそれでも、まあ、違うやったな。分からんしょ。その4台と5台に分けた時に2日前その4台前まであった方が、まあ、前台強かったから、今回入れてくるとするのならば5台のうちのどれかなんじゃないかなと。なんならこの5台全部もありえるんちゃうんぐらい思ってましたけど、まあ今日疲れましたよね。裏でしたね。真逆。その4台に設定が入っていたっていうことなんで、まあやられたとしか言いようがない。どうもなんかこう良くないあれがね、流れというか、流れとか言いたくないですけど、それは僕だってね。ただまあ今日は一日裏目に出る日やったなっていうお話でした。なんか今日はもう無理やな、負けたな。ほらほらお前セコンド失格やぞ。おいよーし、はいビッグボス、これもう完全勝利やろね。アダマース3発目のビッグ、とりあえず僕の収支的にはプラスです。よーし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 、リノに来て大正解、10回転大当たりですね。気持ちいい。立ち回りでしたね。いやもうパーフェクトでした。パーフェクトですね。計算通り、計算通りですね。今日の僕の狙い、立ち回り、真意、僕の立ち回りの真意はサラリーマン番長で時間を潰すやったんで見事にちょいプラで時間潰したでしょ。で最後勝ちに行くのはプラスはリノで作ろうと思ってたので、はい、この1時間で、はい、いや難しいですよ。皆さんこの何時まで打たなければいけないっていうこの状況で立ち回ってる方って多分ほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、そこのですね、まあ、時間調整というのも非常に難しいものがございまして、やっぱりですね、こう大の大人やから冷静に考えたら分かると思うんですけども、僕たちだけじゃないということですね。周りにはスタッフさんがいたり携わってる方がいらっしゃる。僕らが延長したらじゃあ全員が笑顔なのかって言ったらそういうわけでもないと。大人やからやっぱりね、普通はね、うん、社会人の方なら分かっていただけると思うんですけども、はい、まあそういうことを、そういうのをいろいろ考えたときに今日の僕の立ち回りはパーフェクトやったんじゃないかなと。もう何点ですか。いや確かに、はい、いきなり A タイプだと尺的にもダメじゃないですか。そうでしょ。あー完璧です。もうさすが留吉でしょ。そうですね、ほんまに怒られるわ。ごめんなさい、全部嘘です。すいません、なんか今の発言でキーワルされた方ごめんなさい、全部嘘なんで、冗談なんで、すいません、キーワルせんといてください。調子乗りました、あまりにもできすぎた展開なんで。ほらほらね、ハート、リノはハートです。クソったれがごっつぁんです。はい、ごっつぁんビッグボーナスありがとうございます。12ゲーム、あーちょっと嫌な予感、ウェイ、嫌な予感ってか嘘です。あー来た、あざます。あービッグボーナス止まらんねこれ、うん、やるやるって聞いてましたけどここまでやるとは思わなかったですよ。何がですか。トミチさんがせやろ驚いたやろな。やっぱ噂を聞くのと直ねこう目の当たりするのとは全然違うやろ。そうですね、違いましたね。記録はちゃうやろ、この逆転がかかってる時の。2件目の次ゲームがリプレイ、これ怖い、うぃ、ちょっと待って
ちょっと待ってくれ、まだ諦めない俺は。おい、ほんまに公務員スロッターになってしまうやんけ。ちょ、時間厳守すぎるやろ。え、ちょっと待って、まだやて、あるからこんなことは。全然状態中でも。終わりですね。はい、時刻はタイムアップ2分前でした。そうですね、きっちり終わりましたね。はい、ということでちょっと待ってね、総獲得言うわ。13本に対して、総獲得がなんと1452枚ということになりました。1453枚ですね、見事激勝ということですね。ありがとうございました。こうせいやだいぶしんどそうやったんで、いかんでよかったかなと。で、まあ、凱旋もそうね、昨日下見来た時珍しい凱旋が全部へこんどったから、結構今日暑いかなと思ったけど、まあ凱旋もどっちかやったらスカ、番長3が絶頂に結構入ってる台が複数台あると、ということで下手しいオール5やったんじゃないかなっていうのが僕の一つので、それに対しまして、サラバンも決して悪くない挙動やったんかなと。まあ僕が噛み合わへんかっただけで、挙動的には全然3台構成っていうのも非常に強いというか、そういうイメージ持ってますので、まあ、サラバンも全台系であったんかもしれません。で、まあ、あとは、まあ、コードギアス A タイプの方、あれとかもなんか半分ぐらいあったんちゃうかっていうような、そういう数字に仕上がってるんで、まあ今日は全体的にメインどころが非常に強かったと。今日はもう大時計とか、大時計寝台系が強かったんかなっていう印象を持ちました。まあ僕はね、己の道って勝ちましたけどね。もうこれはでも本物じゃないですか、多分2700回転で114分の1 2000枚近く出てる。まあ、結局 C2 に当たりは多かったと。このサラバンの角めっちゃ出てるけど、え、これ止め吉さん打ってなかったっけね、たまたま出たんかな。さすがにそこそこ見切ってやめたでしょうから。この番長3も角で、ジャグラーは本当散らばしてあるって感じですね。要所要所とまでは言わずとも、こうね、何台かに1台はレギュラーもデザーマンもついてるっていう状況。トモこれちょっと強いな、初当たりが分かんないんですけど、朝から粘って張るやつ。人は変わってるけど、でもこの時間に3000回転なんで、まあまあぼちぼちいいペースで回されてる。花火稼働、まあ稼働にが強い強くないっていうか、まあ稼働強いか、でも今日見た限り普段に比べて、今日は少し構成っていうか見えやすかった気がします。で、まあ普段からそう入れてるのか分かんないですけど、前までやったら分かりにくかったなって思うような、今日何やったんかな、答えは正解はみたいな時でもあったんですけど、今日は結構バラエティの A タイプとかにも入ってたりとか、まあ、それこそメゾンであったりとか、サンダーであったりとか、クレアであったりとか、あとは角が強かったんかなっていう印象ですね。で、まあ、あとは、まあ、窓巻きであったりとか C2 であったりとか、狙いどころは間違ってなかったなと思うんで、結構その悔しいですね。今日は悔しい。ただまあへこみ台とかそういう感じじゃないんで、まあ、次から機種だけ決めて、場所はその、まあ、ある程度こうフィーリングじゃないですけど、角かなとか、他の機種で角強いから今日は角の方が強いんやったらこっちの角行ってみようとかした方が柔軟に動いた方がいいのかなと思いますんで、まあ、また次回以降下見して見てみて、まあ、最後なんで次は、はい、しっかり勝てるように下見から気合い入れ直していきたいなと思います。ということで今日はこれにて終了。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様でした。第5戦が終わりましたね。はい、お疲れ様です。一戦を振り返ってみてどうですか。
じゃあもう二郎さんがどうぞ。あんま売ってないかも。ちょっと待って。ちょ待って。うん。え、なんかあんま打たへんこと多ない？違うねん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 。あんま打たへんの多いな。ぶん回してはないっていうぐらいかな、強いて言うなら。あ、なるほど。そのまあそのちょこちょこ周り行き、うん、見に行かなあかんような展開やったし、うん、よしこれ来たぞとこう自信満々に朝から座ったのぐらいかな、唯一こう良かったって思ったんは。え、ごめん、ちょっと何喋ってるか意味わからないかったけどさ、シリ滅裂じゃなかった今、なんか文章ほんまに、ね、全然理解できなかったんやけど、めちゃめちゃやったね。朝一、はい、C2 座ったんよ。はいはいはい、まあそこは良かった、そのまあ外したけど、結局外したけどそこは良かったけれども、まああとはちょっとなんかグダグダしたかな。ああ、なるほどね。うん、なんかいい台にたどり着くことができませんでしたと。稼働が高かったですね、普段よりね、なんとなくね、うん、はい、で僕の方もなんですけども、朝一からまああのサラバン打ってて、なんか悪かない感じなんよね、うんうんうん、でこうダラ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 やってたんやけど、ずっと噛み合わずと、うん、いうことやって、でもまあサラあの番長3もなんか絶頂入りまくりやって、へー、そうで、まあ悪ないんかな、でその番長系悪ないんかなって思いながらね、割ってたんやけども、ちょっと時間がっていうことで、まあ A タイプの方行って、そしたらちょっとあのリノがあって最後ね、まあそれでパカンと、はい、パカンと行っちゃったなっていう感じですかね。まあ狙い通りですよね、はい、狙い通りですよ、ほんまみんなのリーサルウェポンやからね、リノは。まあまあまあね、うん、早いもん勝ちの最終兵器って呼ばれてるんで、そうだ、もうそれを最後、それをこう改めてみんなに分かってもらいたいっていうのが今日の俺のテーマやったから。あ、もともとそうそうそうもともと最後はリノって決めてたやん、そうそうそう、ケツから入ったんやん、そうそうそう、ハリーポッタータイプなんや、そうそうそう、統治法、スロット統治法使った俺。じゃあ結果発表していきましょう。はい、お願いします。じゃあまずジオさんから発表していきます。はい、まずサマイスポイントが0ポイント。まさか。いや、まさかって。あ、そっか、分かってたじゃないですか。そうね、ボロ負けやったわ。で、人気ポイントが12ポイント、はい、で、合計12ポイント、はい、トメキさんがサマイスポイントが84ポイント。はぁ、すごいね。はぁ、そして人気ポイントが41ポイント。はぁ、はぁ、合計125ポイント。はぁ、まくりましたね、うん、鮮やかに。いや、じゃあじゃあ、まあ、あれやん、あの千何枚とかの話やん。いや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 、その千何枚がまあのしかかること、のしかかること、知ってるでしょ誰よりも、あなたが。え、千枚の重たさ。そうね、そう ね、なかなか出すのしんどいからね、今日負けたから。で、ちなみに今回の対決で、はい、ジローさんが397ポイント、はい、トメキさんが483ポイントすごいね、もう一気にまくっちゃった。そうね。え、次回ラストやのにどうしよう、こんなサマイ数の部分がやっぱり大きいから、でかいね、うん、でかい、だから一撃バンとね出せりゃいいけれども、うん、そこがね、はい、だからもうあの僕の食いつないでいく手段はもう男気対決しかないんですよ。それしかないですよ、はいはい、それが7億ポイントでしたっけ。50ポイント。あ、50ポイント。はいはいはい、最終回は分かんないです、50ポイント。最終回分からへん、どういうこと。そこルール変えんなよ。なあ、うん、じゃあで今回の男気対決なんですけども、はいはいはい、今回は黒ひげ危機一髪をやります。ほう、急に手抜いてきたね、いきなり、あの、うん、急にありもので。 そんなことないです。今まで結構凝って凝ってね、手作り、そうそうそう、前回なんか確か手作り将棋で、しかもオリジナルルール採用しなかった、うんうんうん、やのに急に面倒くさかった。いやいや、あるもんで行こうって。今回は、はい、我慢対決が頭脳戦あったじゃないですか、うん、運で行こうと。ああ、ほう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 、だから黒ひげ危機一発、危機一発で、はい、分かりました。じゃあ早速、はい、やりましょうか。行きましょう。先攻後攻じゃんけんで、じゃんけん、ほい、しゃ、はい、じゃあ強さん後攻で。え、いいんすか、うん、あの別にこれといった理由はないけど、え、不利なんちゃうの、うん、そうね。いや、いいよ、やめとけよ。そんじゃあ、行くわ。行きます。じゃあ、どうぞ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、意義、意義ありです。何？あの意義ありです。これをずっと端っこの方で見てたんですけど、はい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 、これセットしてる時ジロずっとこの辺に立ってましたよね。だからセットした人が分かるよ。これは不正があったかどうか。どう思う？じゃあなんかでも今の動き怪しかったで。え、なんでなん？なんかなんか。違う違う違う。あのカメラ見てもらったら分かんない。カメラ目線やね。俺飛ぶ気したもん。マジ？はん。え、あこれ結構マジで、あの違うね。これをこのままセットしたら分かんのよ。ほうほうほう。これはここなんよずっと。でも中を回すと。なるほどね。分からへんからさっきやられてもう分からへんくなって、ちょっと一番びっくりしたのはほんまに俺じゃあほんまに、いやほんまにクレーム来そうで、いや分かったよ、うん、お前が正々堂々とやったのはいいんやけど、うん、え俺差しもしてないやいやそうなのね、うん、俺差しもしてないわ、うん、かんねえわかんねえ。いや取り直したい気持ちも分かるし、うん、別に取り直しても良い。一発で刺したサドンデスやります。止めきさんが20分の1やろ。あもっとあるかな。あ20分の1。じゃあじゃあセットしてくださいよ。じゃあ再セット終わったので、はい、のめきさん、えでもこれで俺一発で飛ばさず負けってことそうです。うなせっしょうなお前。またあれやな、あの俺高校でいいよって言ったらすげえ怪しい。そうやね、怪しい。もうお前え大丈夫じゃあこれほんまにできひんから、不正は上から覗かないって書いてあんで危ないからや。あなるほどな、見えるからとかちゃう。あそういうことね。えちょっと待って、一発やろこれ。えじゃあ精一杯覗いてみてもいいよ。あいいの、そういうの分かるかな。チョイス、一発じゃあ覗いて。あいいの、ちょっと待って、ちょっと待ってや。ちょあの上から映さんといてくださいね。なんか今日髪型だいぶハゲてるみたいなんで。え、これ分かんの？あ、でも多分分からへんね。中になってるもん、中詰まってるもんね。おこの辺か。うわこれまた難しいな。ここやと思う。最高。じゃあ、角度的に。お願いします。はい。ありがとうございます。ちょっと待って。ちなみにお前はどこやと思って、はい、いや俺も多分その辺っていう、この辺よな、多分この辺にあるよな、うん、この辺に棒みたいなのがあるから。えちゃうの？だからもしかしたらデフォルトで、危ないっすよ、その上に。デフォルトでずっとあるやつなんかもしれない。じゃあびっくりしたお前。だから多分だから合ってたね、な推理は、うんうん、めっちゃ惜しない俺ここと。まあ見たからね。一個ずれやん、仕組みを見たからね。男気対決のポイントを加算すると、ジローさんが447ポイント、はい、トメキチさんが483ポイント、約40ポイントぐらいの差です。結構してるね。だから今日の、そうですね、はい、今日の朝の状態が入れ替わったぐらいの、はい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 、感じですね、はい、で、これで迎えるのが次回、次回最終最終回と、最終戦と、はい、いうことで、ちょっと意気込みの方、ちょっとジローさん、お願いしますよ。え意気込み、いや分かるで、早く帰りたいの分かんで。いやいやいや、そんなん言うてへんで、うん、えぐいやつみたいにせんといてや。エンディング中に早く帰りたいの言うわけないよ。俺ほんまにヤバいやつみたいな。もうゲームしたい感がすげえ前乗りや。あ前乗り、あごめんな。まあ最終回っていうことなんで、はいはい、今まであんま積もってないんですよ。まあ、出玉動向ももちろん大事ですよ、その、はい、例えば凱旋天井照らして一撃出ましたとかも大事ですけど、はい、そうじゃなくて積もりたい。1年間通った集大成としてこれはこうだろうとか、あのこの機種は熱いんじゃないかとか、うん、そういったことを読み取ってしっかり積もりたいなと思います。なるほど、はい、次郎さんらしいコメントでしたね。誰やねん。ありがとうございました。なんで MC みたいな2人でやってんのになんでえ僕もいりますか。僕もいりますか。いやそうですね、僕もあのトムさん時代から数えて1年半ここを通い詰めて、でまあ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 、あのいろいろ読んで読んで読んできて、で僕も多分積もったことがあんまりそうそうない感じがするんで、まあやっぱりあの次回やっぱりそのね出玉うんぬんとかそのポイントうんぬんではなくて、あのきっちりあの積もって勝ちたいなと思います。同じややったなこいつ、こいつやったぞ。
こいつやった。やりました。絶対やったね今。じゃあ後で罰金もらいます。やった。それは完全に。なんでやねん。なんでやねん。二人とも精一杯設定録を積もると、はい。そうですね。積もりたいと思います。はい。はい、じゃあ締めていただいて。それでは、はい、それでは皆さん次回最終回。ストレートな男たち2再開再び、はい、再び最終回となりますね。次戦どちらが勝つのか、はい、見ものやと思うんでぜひまた見てください。こうご期待さよなら、さよなら。いやまあ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 そのスイカ説はない。いやー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 来た。えっ、あーまだや。あもう気持ち悪、もうほんまアホちゃん。チャンネル登録はこちら。